どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズと申します。はい、今回はこの小さなウクレレを使いまして、どんな人でもキッズでもお父さんお母さんでもおじいちゃんおばあちゃんでもあっという間に弾ける超簡単ウクレレで、きよしこの夜クリスマスソングを練習してみましょう。鈴つけてます。これがクリスマス感満載で、これ今あるんですよ。これマジックテープでこうつけるタイプで、アマゾンで買いましたけどね。これきよしこの夜を弾くためにはコードといって、こっち押さえるところがあるんですけど、これを4つ、超ウルトラ入門コード、超ウルトラ入門簡単コード、もうこれをマスターしていただいて、そしたらすぐ弾けます。でまず始める前にここのリンク先ポチッとして行ってみてください。そしたらですね、皆さんのうちに転がってる何かウクレレ あったりしませんか？なんか誰かにもらったとか、親戚のおばさんにもらったとか、ない方はアマゾンでも、買っていただいていいと思うんですけど、まずこのここをクルクルしてチューニング合わせるとこから始まらないと、まあ、とにかく話にならないですよね。そういうやり方もわかりやすく解説して、最初の3つ、4つのコードをそこで覚えてもらいましょう。それ覚えるだけでもう30分1時間でいけると思いますんで、そしたら戻ってきていただいて、このきよしこの夜皆さんでやっていただこうと思います。そしてですね、このきよしこの夜の楽譜なんですけど、この私が出版しているガズレレ歌本ボリューム2の17ページに書いてあります。なんでこれを買っていただいてもいいし、今これ見せるんで、これをね、書き写してご自分だけのもう歌本実、こうして書いておけばね、パーティーの最中でもちょっとチラチラし見ながらこれできますから、YouTube 見ながらパーティーでちょっと盛り上がれないからね。はい。で、この曲ね、ここにも書いてあるんですけど、3拍子の曲って書いてありますね。この1個の C ってところで3個ずつです。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、じゃん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 。ということで、ちょっと、4分の1拍子と違うんですけど、あんまり意識しなくてもいいと思います。とにかく、このスラッシュとスラッシュの間、今 C って1個書いてあるでしょ？この、ワンブロックの間に3回弾くってことを心がけておいてください。この曲は3拍子って言う。普通は4分の4拍子です。はい。で、それを最初に踏まえた上で、じゃあ、きよしこの夜やってみようと思うんですけど、私のこのご提案としましてはですね、そうなの。もうちょっと見せる。これメモるために一時停止でメモっといてくださいね。動画内のテロップを映していただいてもいいと思うんですけど。で、Am。出てくるコードは C と F と、G7 と Am と4つのコードです。はい。あ、はい。そしたらですね、この曲はですね、きよしこの夜は、オペラ調に歌うのがおすすめでございます。すごくこう、教会、こう、荘厳な感じのイメージを持って歌うとですね、スケール感を感じらせず、ああ、なんか厳かなクリスマスになるんじゃないかなと思うんで、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは、きよしこの夜、ちょっとオペラ風のバージョンで。ゆっくり簡単版、皆さんのスピードに合わせてますからね、やってみます。よっ、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、はい。女性の方がこう、きよしと、またこのオペラっぽく歌うとか、なんとも言えないね。これは私がもう何十回とこう実証してますから、この曲はオペラ風が楽しくて面白くて、いい気分になります。ぜひ皆さんやってみてください。コード4つできよしこの夜やってみました。さあ皆さん、クリスマスはウクレレ弾いてどんどん楽しいこと
やっていきましょう。他にもクリスマスの動画いろいろありますからね、チェックしておいてください。ありがとうございます。ズレレホームページドーンご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。ホームページを見ていただくといろんなことが書いてあるんで、ぜひ行っていただきたいんですけど、お知らせとしては、はい、これガズ CD 出してます。ガズレレの CD レッツゴー最高究極ゆりで2枚組の CD、 同じ曲なんですよ。1枚の CD は作品として、もう1枚はその作品としての CD 弾けるようになるレッスン CD、 すごく面白いからくりがあります。この CD はどういうために作られたかというと、皆さんがありとあらゆるところで簡単に歌えるために作っておるわけでございますので、ぜひ皆さんご活用してください。来年日比谷の夜音9月に押さえてますので、皆さんもぜひこの曲で参加してください。はい、この CD のレコ発イベントというか、レコ発じゃないな、タワーレコードというレコーデーさんの新宿店で1月17日にインストアライブ、インストアイベント、皆さんウクレレ持ってきて一緒にワイワイやろうというイベントをやります。ぜひホームページチェックしてください。あ、イベントどんどんやってましてですね、来年の1月19日は大阪花博記念ホールというところでガズレレの大イベントやります。皆さん来てください。その時とうとうボリューム5、さっきの歌本ね、この歌本ボリューム5の、先行発売もありますからね。翌日1月20日名古屋でも、その名古屋でもイベントやります。ぜひあのホームページの方でいろいろチェックしてください。さあ本もね、いろいろ出してるんですよ私。はい、これはまず主婦の友社から、出ているいきなりウクレレ地球一簡単、家庭音楽という本。これをガズガズガズさんはですね、一回病気になっちゃって白血病から、骨髄移植させていただいて、ここまで来てる過程で人生音楽豊かさ考え抜いた本、ここ書いてます。はい、こちらはビットミュージックという出版社から出ているウクレレ教則本です。これは月中ですよ。めちゃくちゃ簡単です。ぜひお手に取ってください。はい、ガズレレ歌本シリーズもとうとう来年5月が出るということで、まあ盛りだくさんな音楽人生を、音楽はね聞くよりやった方がいいんですよ。皆さんどうです、ウクレレだったら簡単にできますからね、他の楽器ではこうはいきません。ぜひ皆さんどんどんウクレレ楽しんで、その楽しさ いろんな方に教えてあげてください。この YouTube もご活用ください。それでは皆さん、さようなら、バイバイ、またね、メリークリスマス、バイバイ。